ランスを取るためにこう。リエさんは幼い頃、炭をする香りの部屋で背姿のお父さんが日々書を書いていました。飛んでるものを描くと縁起がいいって言うんでよく描いてます。ちょっと寂しいなと思ったら動物の。リエさんはふと絵が描けたら良いと夢見ながらも、ガシと一本の筆ペンを持ち歩くことになりました。セット世の中に出るようになったり、はい、それからやっぱり筆を毎日自分で動かしてこういう絵が生まれたんです。実はね、気分転換、女性の絵も描いた、女性の絵も、うん、そのこの絵が一番気に入ってらっしゃる絵ですか。はい、工場、これはね自分で編み出した絵なんですよね。だから、片一歩長く片一歩短くっていうのはかっぱ橋 の萩原楽一先生に教わったんで、それをずっと ありがたくそのまま使ってます。電車の揺れで筆を動かして描いてました。たまたま隣の方が欲しいって言われて差し上げたら、またこっちの隣の人もあなたの描いてる絵欲しいなって言われて、それもやっぱり原動力にはなってます。描いてるうちに皆さん自分の子供が何人いるから増やしちゃった絵が、そうですね、こんな感じ、だんだんだんと、で寂しいから動物の猫を後ろへ、後ろ姿しか描かないんですけど、こう描いたでもなんかみんな星原絵になっちゃったんで、これは描いた方が私も好きな絵なんでね、皿絵の具とこういう顔彩で描いてます。色塗り、はい、こういう感じです。イタチの毛なんですよ、これ。先がバラバラにならなくて、ちょっとほっぺに色をさして、色を差してますけれども、あんまり考えないで私描いてます。ムーガの境地でやってます。これ大体終わりました。こんな感じです。絵になってるかしら、この絵が形として生まれるまでやっぱり15年ぐらいかかりました。日本にでも 3,4 人こういう感じの絵を描く画家がいるっていうのは聞いてます。みんななんかほのぼのするって言ってくださるんで、今疲れてる時代だから、なんかね見せちゃうとみんな欲しいって、欲しいをやっぱり描き続けたい。人生のモットー、はい、一つでいいから好きなことを描き続けろって言われた成田大明、皆さんそうですね、池田正夫、その一言の言葉で頑張って描いております。